八重紅しだれは、バラカ桜族の桜。江戸悲岸から誕生した日本原産の栽培品種の八重咲きの八重桜で、荷色が濃い紅色のしだれ桜である。遠藤桜、仙台八重しだれ、仙台高桜、平安紅しだれとも呼ばれる。花は、八重咲きで紅色で葉に先行して咲く日本においては、八重桜の中では、カンザンと並んで、最も一般的な品種である。 樹高が5メートル程度の高木もしくは8メートル以上の高木で、樹形はしだれ状。八重咲きで少林の花を咲かせ、花弁の色は紅色。江戸悲願の特質を受け継いでいるため開花は葉に先行する。つぼみは2から2.5センチメートルで、三形状に2から3個つける。学童は濃厚試食で太い壺形をしており毛が多い。花弁は15から20個で、 楕円形でややねじれており平ら開けしない。つぼみから花びらが展開するにつれて過色が濃厚試色から淡紅に紫色へと変化する。このため遠目には五分先から七分先の頃に紅の色が最も濃くなり、その後次第に淡い色へと変化するように見える。八重咲きはおしべやめしべが花びらに変化してできると考えられているが、 八重紅しだれのおしべとめしべの数は一重先のものとさほど変わらないのも特徴。夏季はしだれ桜や紅しだれと比べてやや遅く、東京では4月中旬頃、日本では東北地方以南が適地であるが、北海道、道南でも栽培は可能とされる。江戸時代から栽培されている品種で、松岡玄達の遺ん作用品には千紅糸桜として描かれている。 明治時代になると仙台市長であった遠藤陽次が仙台市内に積極的に植樹して増殖させ、その子孫獣を各地に送って普及に努めた。このため、遠藤桜あるいは仙台屋枝水、仙台小桜とも呼ばれる。現在でも仙台都市圏各地でよく見られ、東北地方以南の日本各地に名所がある。なお、 遠藤が上増やした八重辺西垂れの由来は、京都御所から塩釜神社に貸しされたものとも、京都のこの池の庭にあったものとも言われる。八重辺西垂れは、伊達家の桜とも言われるが、竜岡公園の仙台しだれ桜の由来と混同されている、可能性がある。元六年間に第四代仙台藩主、伊達綱村は、聖母の三沢初子の霊を弔うため、現在の竜岡公園にあたる地に、 釈迦堂を建て、花職が白や薄紅で一重先のしだれ桜千本を京都から取り寄せて植えた。これらのしだれ桜は仙台しだれ桜と呼ばれ、江戸時代から現在まで桜の名所である。遠藤はこの龍岡公園にも八重辺にしだれを植えており、園内では八重辺にしだれと仙台しだれ桜が混在しているため、八重辺にしだれの普及とともに、八重辺にしだれの由来が、 龍岡公園の仙台しだれ桜の由来と混同された可能性が提起されている。遠藤は1895年創建の平安神宮にも八重紅にしだれを献上しており、現在、境内の300本の桜のうち、八重紅にしだれは半数の150本を数える。特に、本殿の背後にある庭園、深淵の八重紅にしだれの並木は例年代とアップされ、 やいに浮かび上がる桜、そして、池に映り込む桜の美しさにより、多くの観光客を引きつけている。また、平安神宮の八重紅しだれは、谷崎潤一郎の笹目雪や川端康成のことにも登場するほど著名で、関西地方では、八重紅しだれを、平安紅しだれとも呼ぶ。北里研究所正門右の国宝、北里祠の前にある八重紅しだれ。 滋賀清が、1914年の同研究所、創設時に、生まれ故郷の仙台から移植した三十数本の、八重部西誰の生き残りの2本。仙台市立大現象学校にある八重部西誰、同校出身の荒川静香が、2006年、鳥のオリンピック女子シングル金メダルに輝いたことを、記念して植樹された。記念碑は2007年3月に設置され、 2008年12月23日に荒川臨席の元上幕式を行った。チェリーバウアーの名称は、桜を意味する英語のチェリーブラッサムと荒川の得意技の稲葉ウアーが八重部西れの枝ぶりと似ていることから、これらを合成して造語した。1900年、宮城県市範学校の坂庭聖一郎が、八重部西れを母、ソメイヨシのお父として後輩させて誕生させた。 原木が東北大学植物園にある。1998年に公益財団法人日本への会が発手した八重部西だれの未生から誕生した栽培品種。2011年に種苗法により品種登録された。原木は同海有機農場桜見本園にある。ありがとうございます。